一つ先端。はい、お待たせしました。もうバイオリンと指揮かなり練習されたそうですね。バイオリンは半年間ぐらいやって、でまあ、式はあのもうちょっと短かったんですけど、やっぱり難しさは2つともそれなりにありました。 なんかあちらで飯塚先生がうんうんってうなずいてらっしゃいますけど、式をずっと教えてくださった飯塚先生です。もう式をするというのは何も音出さないんですけども、見た目以上にとても難しいものなんですね。で なんですけども、非常な熱意とですね、あと気迫でですね、見事に演じてらしたんで本当に素晴らしかったと思います。本当に素晴らしかったです。はい、本当素晴らしかったです。私たちあのアンさんのアンちゃんとか言ってアンさんアンちゃんのもう顔とかもうね、もう全部一生懸命見て、もう息を合わせてって、そこを本当にねぜひ見ていただきたいです。もう素晴らしい、もうみんなをね把握してみんなの前でね、もうついてこいって感じでね、私たち安心してできましたよね。それはもう今回はあの笹野さんが演じるコーマスのお孫さんという役柄だったんですけど、はい、本当笑いをこう我慢するのに必死で、それぐらい楽しく一緒に撮影させてもらいました。あの結構中で使われたカットの中で本当に笑っちゃってるそれでちょっとちょっと笑ってるかもしれない。ところがすごい一個見どころで大先輩がたくさんいらっしゃる中での撮影ということで、はい、ただでも撮影中すごく賑やかだったみたいですね。こっちで声が聞こえたらもうこっちでみんなわーわーやってて、でもそれがどこまでがアドリブでどこからがセリフなのかもう分かんなくなっちゃうぐらいすごく賑やかで、どっちを向いていいのか分からないぐらい楽しい現場でした。もうあの大先輩たちのテンションが非常に高くて、若いあの方々が押されてたんじゃないかっていうお話もありましたけど、時々ねちょこっと吸い取られるじゃないですけど、吸い取られるじゃないですけど、押される瞬間はありましたね。なるほど。あのこの撮影のために皆が集まったのはもう去年の9月でございましたが、その時からうわ僕もこの素敵な先輩方と一緒に映画ができるんだ、あんちゃんと一緒に映画ができるんだと喜びに満ちておりましたが、反面この映画が完成して完成披露試写の時に果たして全員揃ってるだろうか誰かがきっと欠けているに違いない思っておりました。今日元気にみんな揃ってるんだろうか。俺の顔見て言わなかったから全員揃ってるんで今ほっとしております。皆様ご覧の通りこんなチームでしたもう本当にあのメイキングをね、あちょっといいですか喋ってメイキングのカメラをまだあのちゃんと見てないんですけど、メイキング映像を見ても多分こんな感じだったんだろうなっていうぐらいオンとオフがそんなにない、あのこういう続きのまんま映画の中に入っていける作品だと思ってます。こんな年の重ね方をしたいなって思える、お手本がたくさん見つけることができます。どうぞ周りの方々にこの家老人、進めていただければと思います。